皆様こんばんは。こんばんは4月6日金曜日日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です当番組は二千人委員会友の会共産広告広告主 SOW TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしておりますキャスターのめぐみじゅうのすけと申します金城てると申しますよろしくお願いいたします じゃあ先生ままたよろししくお願い,いたします、えーえー、今日のヘッドラインは「沖縄経済絶好調ただし投資は歴史を忘れずに慎重に」「2」「与那原町東宮殿下ご上陸記念碑建立」「3」「沖縄思案学校校長故野田貞夫先生のひ孫野田恵美香さんがレクエイムコンサートを実施「時代は変わるでも信念は不変」 4忘れてはならない73年前4月7日5タイムス日本経済新聞に反論非常に幼稚なミスがあったもんですからねこれは後で指摘したいと思います、はい、え本文にいきます沖縄経済絶好調投資は歴史を忘れずに慎重に私はね沖縄で講演するとそして歴史の話をするとね 地元の方々はすぐあくびしてい,い眠りするんですね。で、これこのこの件についてお話したいと思います。今沖縄は非常に地価が上昇して急急上昇してきててですね。みんなお祭り気分になってるんですね。投資家の方々はですね。これこそろそろ慎重になるべきじゃないかっていう意見を今日申し上げたいと思います。で、まず現況としては2017年インバウンド消費額、要するに観光関係の消費額ですね。 2012年5年前の8.5倍全国平均の2倍ですこの伸び率では、うん、1583億円伸び率では全国トップと、うん、え県内総生産の消費に占める割合が6.3%これも全国1位で観光依存型変調型になってきておるんですねで沖縄それにつられて沖縄県内の地価が4年連続上昇上昇幅は東京に次いで2位と住宅地は 伸び率全国1位商業地は4.2%伸び率全国4位工業地5.2%伸び率全国1位なんですね。またさらにこの経済が上向くあの要素がですねこの人口動態なんですね。全国はえー人口が0.7%減って人口 減ってきてきるんですけど沖縄県だけ約3.0%の増加と全国一の出生率を誇っていますから平均年齢も若いんですねだから投資公開常にあるというファクターはあります3月の県の推計人口144万7134名前年同月比で4054名の増加ということになってますでもですね 北部に先生行ってみますとまあもう海岸にはもうどんどん大型ホテルができていってるんですねで北部西海岸にホテルが隣立して自然本来の景観が失われてきてますこれはね沖縄県はよっぽど注意して交通整理していかないと今みたいに野放し状態にしてるとですねこれはこう観光乱,乱開発状態になってくると思うんですね。で あの最近の事象なんですけどフィリピンのボロカイこれは渋谷海のところにあって非常に夕日が綺麗なところですボロカイんですね。はいはい、ところが自然破壊がもう甚だしいもんだからフィリピン政府は約半年間観光,、うん、観光客の入域を禁止して、うんえー、自然景観の復活に今まあ 開始してるんですね<ー>するとどうなるか3万人の観光関連従業員が失業するわけですよ半年間は少なくとも、うん、深刻なな社会問題になってるんですね,ですねだからこういったことをですね、うん、見ながらやっていかないともう全て基地問題じゃないですかそうです、ね、最近は、うん、あの活断層があの辺野古の下に活断層があると言って大騒ぎしてますけどね。 でその反対する連中も辺野古の自然保護に対しては物言うけどもこういったこの西海岸における観光,観光産業の,その投資の動きに対してはね、うん、一言も文句言わないですね、えー、これが非常に不思議に僕は思います。うん、で私が琉球銀行に勤務している時に琉球銀行は昭和62年ぐらいからかなりバブルの一翼になってしまってですね、えーえー、土地融資に あの土地融資に相当、うんえー、融資を実施してですね経困難に陥ったことがあるんですねはい、はい、でその時に私はね役員にレポートを書いて、うん、大正年13年のバブル崩壊を引用してですね、はい、これ注意しないと大変なことになりますよっていう意見伏申にしたんですけど、はい、この大正13年の事案というのはどう,どういうものかといいますと。うん、第一次世界大戦で 日本訪れるわけですね第一次世界大戦はヨーロッパが戦場だったもんだから日本は無傷だったもんですからどんどんヨーロッパに製品を輸出してボル儲けしたんですけどもその時にね鈴木商店今の総実総合商社の総実がですね沖縄の黒砂糖に投棄したんですよ。黒砂糖がもう日に日に上昇していくんですね黒砂糖の価格が。 すると、ね、沖縄の農家はもう借金までしてこの冬季ブームに乗っか,かっていくわけですよ。はいはい、で大正13年の夏過ぎぐらいにこの今度はまたその公共がバブルがはじ,けはじけるんですね。一挙にね沖縄の農家は破産していくんですね。はいはい、借金は行くだるまに増えていくし増えていって金利はどんどん上がっていくしでその時にソテツ地獄っていうのが発生したんですよ。 うん、もう芋を買う金もなくて、ねうん、野生に,に蘇生しているソテツの実を取ってきて、うん、そこの中にサイカシンっていう毒がありますけどそれを取ってね、うん、食べ,食べると非常に香ばしくておいしいんだけどこの毒素を抜くのを誤ってしまってねですね沖縄の西国学者たちはこのソテツ地獄は。 沖縄県民が差別された結果だと言ってるんですけどね。うん、そうじゃないですよ。うん、このバブルによる失敗が第一。うん、でもう一つ沖縄の当時のね。教訓はですね、先生。<ー>黒砂糖の単一工作だったんですね。モノカルチャーだったんですね。で今。この観光部分を見ててですね。うんうん、非常に観光偏重になってるじゃないですか。そうですね。うん、これはね。よっぽど今当時。 これから投資を考えている方々はねよく注意して、うん、その大正13年の歴史を繰り返さないようにということでですね平成2年のバブルの時には私は企業有志を担当していたもんですからね、うん、これも先生大変でしたよみんなね借金して土地に投資するんですねはい、はい、で突然この平成五年3年ぐらいから土地が下落していくんですよ。はいはい もう大変でした取引先の方がの経営者がで自殺したりね、はい、発狂したり大変でした昨日のように覚えています、うん、突然電話かかってきて銀行にいると、うん、自分の父親が自殺しましたと、うん、あるあの企業の経営者だったんですけどね、はい、こういった事案があってね、はい、やはり銀行地方銀行っていうのはこの歴史をよく分析して、うん、あの 投資について投機についてもですね説明しないといけないなと、えー、一緒に浮かれて騒ぐもんだから、うん、あの一種のバブルブームを作ってしまうんですね、えー、で大正13年の時にはですね、えー、地元3校当時沖縄には地元沖縄地元には3つの地方銀行があったんですけどね3つとも倒産したんですはい、はい、ああなるほどもうそういうことがあったもんですから。うんうん 今はまあ、決してそういうことはないと思うんですけどね。うん、あの、注意してほし、慎重にやるべきだなと思いますね。はい、そうですね。はい。で、次いきます。あの、皆さん、この。ニュースは非常に。嬉しいニュースですから、皆さんに披露したいなと思います。はい。先月3月6日。与那原町においてですね。はい 昭和天皇,皇太子時代今から 97, 97年前、うん、大正10年の3月6日、うん、軍艦で欧州に昭和天皇が皇太子時代に御殉遊されるときに、うん、特例で沖縄に約6時間、うん、沖縄に行刑されたんですね。はいはい、で長城湾に第三艦隊が入港して練習艦第三艦隊が入港して。はい 上陸し昭和天皇が上陸されたのがこの世の丸のこの,この地<ー>このポジションなんですね。なるほどで私が嬉しかったのはこの左側に写真が貼られていまして<ー>こ,ここには碑文がありましてですね「艦、はいうん、長は沖縄出身神田憲は大佐々だったと」と、はい、ここ非常に誇りを持ってあの記,記録してます。こ、ね、こっちには昭和天皇のの写真と<ー>そしてこの神奈県は 当時の大佐の写真があるんですね、うん、あそこに貼られてるこの方が世の原町長ですけどね<ー>非常に立派なことをされたなと思いましたいや立派ですねで古元国王町長はね、うん、この3月6日の式典で、うん、昭和天皇時代を含め、うん、最初で最後の沖縄になった場所混流、うん、に携わった関係者に感謝したいとはい、うん ているし、あの、この商工会としてもですね、全国の皆様にぜひ来ていただきたいということなんですね。このね、この、この場所には恵比寿橋っていう大きな橋が架かかってます。いこの恵比寿橋に,に沿ってですね、南下するとですね、道路を南下していきますとですね。約千メートル先には、旧与那原駅が復元されてあります。で、この与那原駅のビルの。 右側にもですね、えー、東宮殿下御乗車記念という記念碑が立ってますよ。えー、で私はね感心したのはですね、うん、今名護市に行きますと、えー、コーヒーでね、えー、この宮城を徳ゾ,ゾルゲ事件の時の第一スパイですね、えー、名護出身、はい、徳田久一これも名護出身、えー、これの両者のレリーフが貧困が島のところにあってですね、えー 左翼人材の最悪人最悪人材育成の教材になってるんです。いや <laughs> ちょっとおかしいね。はい。もうこれは小学校とか小学校の先生が生徒を印刷してきてですね。えー、これが徳田球一です。きょ日本共産党の初代書記長。これがあのゾルゲ事件の時のね宮城男ですって誇らしげに喋ってるんですね。これはね超党派で。 超党派ではないですよここでに沖縄共産党日本共産党だけは抜けたんですよ、ええ、徳田急一を反問したもんだから、ええ、共産党派副長党派でですねもちろん自由民主党も含みますよ公費、ええ、でもって作ったというね異常な社会が沖縄にあるんですね、ええ、これに比べたらね先生、ええ、これはね本当にまともなことをしてくれたとい,やーいうことですね。 県民が考えななければなりませんね、はい、そうなんですよこういうね、えーうん、今さっき話したその宮城与徳とか徳田久一をあのデリヒを作ってる辺野古で反対運動してる中に若者が何名かいますけどね。こ,こ,れこれはちょっと考えられないことですねこの徳田久一とその宮城与徳、うん、ゾルゲのねこれはもうちょっー。 おめいですね。<laughs> そうなんですよ。また左翼、えー、左翼活動家の中には、これを誇りとしている連中もいるんですよ。先生。左翼の一つの教材になってはいるんでしょう。けれども、ね。ねはい、しかし、これは一般には、あの、ちょっと、うん、向きませんね。そうですね。えー、で、皆さん、あの、県内の方も、県外の方もですね。えー、私、今から住所を言いますから。 これをスマートフォンにインプットして行かれるとねその場所に到達しますから沖縄県与那原町与那原495沖縄県与那原町与那原495これぜひですねわざわざやっぱり行かないといけませんねそうですねよろしくお願いします、えー、そこには神奈県は海軍少将の写真もあの,、うん、こもの駅舎の復元された駅舎にもありますしビデオも公開されています しかしヨナバル偉いですね。ヨナバルの長々立派だと思いますね。ええー、あのこれはやっぱりこの住民がこそってそういう気持ちだからできるんですね。そうそうそうです,うです。えー、まあ世の中もだいぶまた落ち着いてきたなと思いました。えー、一頃昔だったらですね、えー、スプレーで落書きされたりですね、えー、あのハンマーで叩かれたりとかですねあったんですけどね。えーえー、もうそういった面では非常に 世の中が落ち着いてきたなという感じもします。いやあ、これはもうこれ本当に立派なね行動ですね。はいはい。はいえー、次いきますね。えー、沖縄県師範学校校長野田貞夫先生のひ孫野田恵美子さんがレクエームコンサートを実施と。えー、この恵美子さんはですね、16歳。えー、ちょっと今日は 写真を忘れてしまったんで申し訳ないんですけど彼女はですね、うん、長,野長野県の佐久長聖高校の1年生、うん、1> バイオリンの奏者でですね、うんえー、この日はお兄様の、えー、野田穂高さん19歳筑波大学1年在校中がですね司会をしながら音楽会を実施したんですねどこでやったかというと3月26日日め、うん、平和記念資料館で。 やったんですねで新聞ではね別れの曲を演奏したと言ってるんですけどねこれ間違いないんですよこれは正式にはね「総子寿の花」っていうタイトルでねちょうどあの大子高等女学校県立志願学校女子部のところにはね入り口には総子寿の並木道しになってたもんですからこれをねなんと作詞した方はね帝国陸軍中尉太田宏さんですよ福島の出身です。 帝国陸軍中太田かし様です、ねはい、でこれに恩返をつけ,たのがつけた方がですね小珍田慶意先生、うん、この方は都のご出身ですね、はい、このでこのお二人ともね残念ながら沖縄戦において戦死されたんですけどそういうことでですね、はい、私はね感動しましたですねいやーそれは感動ですね、うん、でこのねえっ、ー、とこの野田貞夫先生 この方です。これは昭和20年の2月ぐらいに撮影された県立高等女学校の方々,<ー>方々とですねこれに囲まれた野田校長先生ですね<ー>先生すごいと思いますねこの人のひ孫が沖縄に来てですね鎮魂<へー> <laughs>、ね、の音楽を奏でてるんですね<ー>すごいと思いましたでそれでですね<ー>この野田校長先生が立派だったのはね 牛島司令官から、うん、第32軍司令官の牛島充中将選出されて対象になりますけど、はいえー、陸軍食宅高等官3党、うん、簡単に言いますと陸,陸軍将校と高級将校と同じ待遇を与えられるわけですね。うん、で牛島中将はですね野田先生に「どうぞ軍司令部の将校宿舎で休んでくださいと」と、うん、進めるんだけどね、うん、野田校長はですね「はい、私は常に生徒とともに起因したい」という発言して。 選出されるまでねずっと生徒と同じ頃におられたんですよ。えー、でこの当時の関係者の話を聞くと天意無法非常にあの豪快な方でですね、うん、どんな逆,逆境にあっても笑顔を絶やさず、うん、自負のように慕われていたと。でね、うん、この戦前を知る方々から話を聞くとねこの、うん この二人沖縄には名校長がおられたと<ー>この野田,、えー、野田校長先生ですねでもう一人はね県立第一中学今の県立私立高等学校の藤野教雄先生この方は静岡県出身です奥田校長は、えー、熊本県の出身藤野教雄県立中学県立第一中学校長は静岡県出身ですね この方も非常に生徒に敬服されていて敵弾を多く食らってですね被弾,被弾して重傷を負いながらもね上ごとのようにね、えー、この学校の再建についてお話しされていたようなんですよ。えー、で先生ねこれみん,なみんな知らないけど昭和20年7月8日、えー、文部省はね都内の各大学大学および学校の先生方をみんな集めてですね沖縄支援学校 県立第一中学を、首里高等学校の。あ、今の県立首里高等学校ですね。はい、の。を表彰したんですよ。でね、ここで大きな問題があるんですよ、先生。うん、沖縄出身の校長先生、いなかったのと。聞かれるんですけどね。うんうん、割。よ,よ逃げしました。はいはい、皆さん。 ウルマ市に行くとね、ウルマ市の役場の入り口に銅像が立ってます。ああ、そうこれがしきやこうしんさん。ええ、この方はね、もう有名な校長先生です、ね。戦後は有名ですね。うん、でもこれがもし内知だったらね、うん、暗殺されたと思いますよ。しきやこう,んうん、うん、さんはね、県立第二中学の元校長。うんうん、でその時どういうことを言われたかというとね、沖縄にはあの。 幅沖縄出身は内地に派閥が少ないから、うん、一挙にあの出世するためには陸軍士官学校か海軍兵学校進んだ方がいいということでね、うん、軍学校への進学校を特徴したんですね、えー、でその後式四季谷孝心先生は孝信さんはね、うん、私立海南中学の校長になるんですよ今の祖辺にあったんですね私立海南中学の校長になるんですね私立海南中学の学の徒たちはね。 沖縄方面においてですよ。はい、爆雷を背負ってね、敵戦車に体当たりしていった。い、えー、ってね、玉砕した。学校なんですね。はいはいは信、い、さんはね。ぬちとたからるって言ってね。うん。密かに逃げていって、北部に行ってるわけ。<laughs> で、戦後主席とか琉球大学の学長になっていくんですね。はい、そうですか。えー、私はね、このテレビを見てる方々は。ゆっくり考えてほしい。うん、何か言うと、沖縄ではぬちとたから。命がたから。えー しかも自分の命がたから、えー、ドゥゥゥち出たから、えーえー、今言った先生、2人の校長先生とね、えー、このうちなんちの式や行進とね、えー、人間としての価値、えー、リーダーとしての価値勝ちう、うん、大きい資格ですね。私、犬猫にも劣ると思いますよ、はっきり言って。あのもう戦後ね、私がここ来てからね、よくこのお名前,お名前をねあの、耳にいたしました。 だから、有名ではあったんでしょうね。いや、それは先生、有名です。よこれはね。僕は生きてる時に、あやばい方と思ったけどね。えーえー、海南中学の。校長先生。校長先生だったということで、有名で。あの、なんですね。うん、結構先生ね、うん。私が来て、あの、沖縄では、その、そういう非常に有名だった。ということ。うん、うん。なるほど。こういうことがあるんですね。 いやもっと突っ込んで話しますとです、ねうん、生きてる時に私は会うべきだったな一回は会うべきだったなと思うのはです、ねうん、どうも、ね、この式屋先生式屋さんは、ねうん、米軍に対して沖縄に駐屯する陸海軍の部隊の状況をです、ねうん、内通していた可能性が大きいんですよ。うん、要するにスパイですね。うん その見返りとしてですね戦後行政主席指名されるしねあるいは琉球大学の学長となっていくわけですね。だから私はねあの当時県立一中の出身だったらもう他界されましたけどこの方からね式屋先生はよく海に釣りに行きよったなと。 いう、うん、いう話をしていましてまたですねあの、うん、同じこの海南中学の近くに住んでいた方なんですけどね、えーえー、だから沖縄における当時学校に駐屯してますからね、えー、海南中学私立海南中学は一応野戦病院としても指定されたりしていましたからね、えーえー、そういうことでね、うん、なんかグレーな部分を感じるんですよ。なるほどで上陸してきた米軍が米軍軍がは 中部に上陸した米軍は南と北に行きますけどねはい、はい、北に上がっていった米軍の部隊が一番先に探したのはね四季谷孝心さんに会いにですよ先生 <laughs> なるほど、えー、私はねでもね1点だけで,ですね先生、うん、姫入り生存者の姫入り部隊の生存者生存者の皆様に対してですね、うん、ちょっと問題を問題提起したいんですねうん、うん、どういうことかというとね、うん、あまりにも被害者的視点に 返帳してると思うんですね動員された大変だった、はいはい、私はね私の叔母も従軍艦が落として島尻方面で戦死して遺、うん、遺骨もも品上がりません、はいはい、私に言わすとね、うん、自分たちは命ながらやててですねピンピンしながらね、うん、被害者意識で仲間の戦死を悲劇とのみ限定してね、うん、強調するやり方私は遺族の一人としてですね、うん、幼い頃からね 母に連れられて野戦病院ゴールアート探していってですよはい、はい、そこで供物を捧げて冥福を祈ってたんだけどね、はい、私の家の教育が良かったのはね、はい、危機に及んで国のために命かけることは崇高のことだっていう教育を受けた、うん、こういう教育を受けた人間からねこの悲鳴り舞台の今生き残りのばあちゃんたちがねうん、うん、大変だった大変だったという姿を見てね 私のオバの選手も価値もねこの人たちの話をそのまま引用するとねゼロになるんですわ、うん、で私はね、うん、機会あったら直接面と向かって話したいと思うけどねうん、うん、ナイチンゲール見てください,はい、はい、ナイチンゲールをねナイチンゲールを世界の看護師たちはね、うん、愛と奉仕のシンボルとして警護してるでしょ姫よりの生き残りのばあちゃんの言葉を真似すればねイアハのナイチンゲールも軍に動員されていたのとさとええ 強制されたわけよと。うんうん、大変だったさと。うん、この三拍子で。くくられてしまうと思うんですね。で私はね思うんですよ。うん、マダンパシノブ先生が生きておられたらね。うんうん、できますね。マダンパシノブ先生が生きておられたらね、私はこの今の。うん、あのピー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 、あの被害者意識を強調してる、あの。うん 姫入り同窓会の方々はね、間伐伸先生はどういう先生だったかというと、うん、元第一高等女学校の看護教師、第32軍陸軍病院外科府長、うん、戦後沖縄看護師教育にあの後半生をかけられてです、ね、うん、沖縄の看護レベルを全国のトップにまで引き上げた方ですよ。うんうん 写真をお見せしましょうね。そこのやっぱり高の学校で<え>あの教授をてしておられましたね。そうでする、ね、ことでマダムバッシュ先生が先生の教え子たちが言うにはね、はい、全寮制だったんですね。3カ年のね実、はい、習時間4500時間というですねヨヌ、はい、スパラタ教育の看護学校がだったんですね。はい、マダムバッシュ先生はね文化月月歌すい木金金を歌ってね、はい、生徒の指揮を鼓舞しながらね、うん、英語の文献まで引用し あのテキストとして採用してですね、うん、もう最高度の看護師たち看護婦を育成していったんですねこれちょっとああててこ,こ,ここの方が若き日の和,和田橋信先生、うん、この方は米軍のナース,ナースですね、うん、で私はねあのあ昭和43年実は昭和43年の1月2日の琉球新報を見てね非常にあのびっくりしたんですけどね、うん 昭和43年に成人式を迎える方々にアンケートしてるんですね悲鳴、うん、り部隊学徒隊の,あの行動をどう思うかと、うん、60%がですね任務に忠実で立派だったと表現してるんですよところがねそ,その時その時に福地博明っていうのがいたんです左翼の文教,文文教局今でいうと教育長の副局長みたいなになりますけど次長みたいになりますけどねこのこれは 周恩来からもも表彰状ららうぐらいのさ極差だったんですね、うん、この福地博明がねこれは大変なことだと、うん、今からでも遅くないから教育をし直すべきだって言ってるうん、うん、これにこの結果が今姫め同窓会の生き残りのばあちゃんたちの発言に結びついていくんですね先生。で私はね沖縄には年間50万人ぐらいの修学旅行が来ますけどねうん、うん、この子たちに対してですよ こひめり平和記念資料館の今度、代わってこの男性がなりますけどね、これでもか、これでもかと反日教育を受けたらね、この子どもたち、人生狂わされると思いますよ。私も遺族として、ですねもう本当に最近のひめのり豚に生き残る方々の話がですね被害者一辺倒で、本当に僕は許せないなと思うんですね。あとはね最近 学不この悲鳴りの生き残りの方々と県立思案学校及び県立思案学校男子部県立一中二中の生存者の方々がね「不戦の誓い」って言われたんですね。私はこの方々にも言いたいですね自分の孫とか子供がね目の前で誘拐らしされるとしてる時にね「不戦の誓いって戦わずに見過ごしますか?」。これは男としてね 命かけて戦いますよね。はい,はい。はい、まあ。あ、まりも、私はね、あの、平和ボケしている姿を見ててですね。うん、これ、大変だと思うな。発言,発言聞くたびに、私も。あの、どうして、そういうことばっかり言うのかなと思いますね。<で>うん、私がね、これから、まあ、説明しますけど、菊水作戦でね。山本の、大和の護衛として。駆逐艦鈴木の。船人将校、うん、副長がね。うん、私の恩師だったんですよ。うんうん、彼は。なんとか。 あの生還してね、うん、戦後防衛大学の,あの教官になるんですけど、うん、その教官はねちょっとでも暇があると私にこう言ってたんです、うん、真面目な連中は戦って死んだと、えー、俺みたいに不真面目なやつは生き残ったと、えー、申し訳ないっ言った、うんうん、まあ今生き残ってるばあちゃんたちが不真面目だとは言いませんけどね、うん、そういう真面目に戦って国のためを思って戦死していった方々のことに少しは 思いをはせてほしいと。すべ、ね、て何でも大変だった、強制された、うんえー、こんなはずじゃなかった、こんなレベルの話はよしてほしいなと思います。うん、本当に。次いきますね。はい、皆さん、七十三年前の四月七日は何の日でしょうか。これはね、日本国民だったら決して忘れてはいけないと思いますよ。うん、これはね、昭和四、えー、月七日は戦艦大和がしし沈んだ日です。 海的がなのかなで今ね平和ボケの連中は何,何か会うと戦争を被害したと言うけどね、えー、この日本男児としてあの国の気球に戦った人たちのことを忘れないでほしいなと思います当時の状況を説明しますね当時の状況を説明しますと沖縄沖縄本島のちょ,ちょっとこれ捕まえて,てくださいね。 沖縄本島の東北東北東にはですねアメリカの空母機動部隊が展開してたんですね。大和は4月6日の午後3時徳島沖を出港します豊後水道を南下して6日の午後10時九州東岸に達してですね7日0時には九州の南岸に達します。大隅海峡を横切って7日に 鹿屋、えー、航空隊の護衛戦闘機隊が引き上げた後ですね、うん、すぐ米軍機の,あの,つあの空襲を受け始めてですね 2>,、はい、2時間の戦いの後に、うん、7日の午後2時23分に沈没します。<ー>この海域にですねこの海域に、うんうん、で私はここでですね2点強調したいんですね。えー 指揮官はね第2艦隊司令長官伊藤誠一大将、まあ、当時は中将だったけど戦死後大将に昇進されたんですね福岡出身54歳編成戦艦大和を主力として第2水雷戦隊慶潤矢作第41駆逐隊冬月鈴月第17駆逐隊磯風浜風雪風第21駆逐隊朝霜霞 隻ですね。うん、この10隻が沖縄に突っ込んでいって、うん、長久保湾に座礁させて山と陸上砲台として使ってですね、はい、今の嘉手納飛行場中飛行場北飛行場に展開する米軍にですね、うん、こうところが、まあ、力を尽きてここで沈んでいくんですね。はい で私のの恩師は駆逐艦鈴将校でした。副長。若干ちょっとよそ見知りするけど鈴木はどういう船だったかというと、うん、防,空防空駆逐艦対空,対空砲をくっつんでいてですね非常にあの最新式の駆逐艦だったんですけど全、うん、甲,甲板に直撃弾を受けて、うん、上甲パ、ええ、にいた将校は全員重傷または気絶状態でですね、ええ、で後進不足でね、うん 佐世保まで帰った駆逐艦です。もう世界でももうギネスブックに乗るぐらいの駆逐艦だったんですね。前進すると前半端に直撃弾を受けているもんだから、そのまま沈んでいくんですね。で、第一砲塔の車種にはね、国婆さんという方がおられました。戦死されましたけど。この前県庁の方と酒飲んでたらね、たまたま国婆さんの親戚の人でね、はいハいワイ私が預かってますという人がいましたですね。はいはい、そういう話もあってね、あの決して 遠い過去の話で第五航空艦隊司令長官宇垣的井中将は出撃中の第二艦隊に対して7日午前6時から10時までの間、うん、護衛戦闘機延べ15機を出撃させて上空を紹介をさせたんですね、えー、その護衛戦闘機隊の中に、まあ、こうしましょうか。 この方が伊藤一この方のお人柄については後ほどご,ご説明しますね。うん、この伊藤を山本に上官してですね上務してですね山本、うん、と千賀山とと一緒に運命をともするんです。<ー>この人がご長男,ご長男ですね。 うん、防衛戦闘機延べ15機を出撃させたがその防衛戦闘機隊の中に伊藤長官のご長団の伊藤昭中尉が操,操縦のゼ,ゼロ戦がいたんですよ。はい、でねこれは先生映画になるってもおかしくない話ですよね。はい、伊藤中将が指揮する艦隊の上空をです、ねうん、このご子息の伊藤昭さんは見送っていったんですよ。はいで この伊藤忠唯は、ね、4月28日、うんうん、沖縄海域において特攻隊で戦死します。えー、ということでですね、えー、私はね、これはね、沖縄戦は本土が沖縄を捨てた戦争だったって言ってるけどね、えー、何をばなこと言うかと、えー、みんな、沖縄を国土としてですね、守るためにね、えーうん、我が身を捨ててきたんですよ。でね。この 4月7日これはね日本にとって大きなターニングポイントになるんですね、えー、大和が死んだ4月7日っていうのはこれはね小磯内閣が沖縄疾患の責任を取って解散しますね、うん、で4月7日には天皇陛下の密つめを帯びてですね、うん、海軍大将の鈴木貫太郎がですね組閣するんですねこれが終戦内閣を形成していくんですよ。私、えー、私は私に言わすとね、うん 大和は、ね、新生日本の人柱になったと思うんですよ。で大和が出撃していく時にね非常に壮観だったのは壮観では失礼ですけどこれも私の先輩に一人いたもんだから覚えてるんですよ海軍の先輩に一人いた岡間さんっていう方がおられてね彼が言ってたんですけど大和はその他の官に上官していた傷病者高三兵兵学校卒業直後の少尉候補生 計53名をですね、うん、強制退官させますもうあの時代だからお前船から降りろって言ったら誰も降りないもんですからね官令、はい、令長官命令でです、ね、強制的に退官させるんですよ今日はねもう先生時間があんまりないもんだからあんまり細かい話するともう最後の今日の目標、うん、までいかないもんですからね、うん、どんどん省略していきますけど。 私が膨大の2年にいる2年生の2年に在校している時にね吉田美光という元海軍将尉が来て講演しました彼は戦艦大和で、うん、戦艦大和ていう本を書いてベストセラーになった方ですねうん、うん、あのこの方がね、うん、薄渕岩尾海軍大尉の話をしてました、えー、わずか21歳ですよ海軍兵庫71期、えー、戦艦大和の副法,法文隊長、うん、この方はねものすごい21歳とは思えないぐらい 人生を達観した指揮官だったようですねで彼の衣装をここで紹介しますねこれはね今のように平和ぼけして宝飾の時代を迎えてもう本当に世の中が狂ってる時代にですね一つの教訓になると思います読み上げますね「進歩のないものは決して勝たない負けて目覚めることが最上の道だ日本は進歩というものを軽んじてきた」 私的な潔癖や特技にこだわって真の進歩を忘れていた敗れて目覚めるそれ以外にどうして日本が救われるのか今目覚めずしていつ救われるその次がすごいんですよ先生俺たちはその先頭になるのだ日本の神聖に先駆けて散るまさに本望じゃないかこれはすごいと思うさっきあの夜逃げした式や行進これなんかに比べたらね まあ、にやっぱり人間としての品格ですね、うん、と僕は思いますね、うんうん、でねあと大和に何か積まれてたかこの話をするとねネットで私かなり攻撃されるんですよ恵みの作り事だとどういうことか「中央公論の増刊歴史と人物太平洋戦争、うん、終戦碑は昭和58年8月20日発行」 文句ある人はまずこれも読んでほしい。私はね、うん、これに出てる一橋立,、うん、立彦さんが書いたものを皆様に披露しただけなんですそれを「恵みのつりとだっていう人たちはね持、うん、ってのほかだと思うんですねはい、はい、どういう話か昭和20年この一橋立彦さんの記録ですよ、はい、昭和20年3月中旬第2海軍省 第二海軍料品省に対待遇嘱託として勤務していたと当時塩野義製薬原料化農水産係長兼特殊原料係長兼務、はい、料品省庁都丸薬剤省庁から次の国費指令を受けて実行した,実行したとどういうことか。 1>, 1週間以内に歯磨き、歯ブラシを各50万人分、うん、女性用美顔クリーム25万人分、うん、メンズバンド月経体15万人分、うん、この調達しろというし極意命令を受けたわけですね。うん、結局、この案件は市橋市の尽力で調達に成功して3月下旬に梅田駅梅田の貨物駅から貨車乗数量で深夜暮れに向けて集積され、うんうん、戦艦山元に積載された。市橋、うんうん、市の証言によると、 歯磨き歯ブラシの調達は大山中山太陽堂今のクラブコスメティック社一社から調達に成功したけども月経体の調達には苦労したということですなるほど、うん、これは生ゴムを使用していて、うん、当時のそれは軍需品でも不足していたのであるそこで市橋市は、えーうん、大阪府内の中小,企業中小零細企業を一軒一軒回ってようやく技術に間に合わすことができたと、うん、当時この武士の送付先はひとくされていたが 4月7日大和沈没の秘宝の直後に、えーえー、上司の海軍司会から真相を聞かされた、えー、とあるんですよ。いやそのご苦労っていうの忍ばれますね。忍ばれすよだからね沖縄見捨てた戦いだったって、うん、戦いだったって言ってねよく言えるなと思うんですね。えー、もう最古の連中は心のない奴が多いからね、うん、何でもかんでもこうマイナスに帰結するんですね私を批判するネットの中にはね。 女性の性利用品とは非常に失礼なことを言うやつだって書いてんだけどね、うん、馬、う、鹿、ん、なこと言うなって言いたいです、その連中に、うん。これはね、終戦直後の話ですよ、うん。なんかそのは、先生ご存知でしょう、戦前の共産党で戦後米軍のためにいろいろやった方ですよね。彼のポジションはね、米海軍および政府市準会委員会社会事業部長、うん、うん、琉球政府の前の組織ですよねうん、うん。ここで その事業部長を担当していてです、ねうん、米軍との援助物資の,その受け答えをしていたわけですね、うん、その中で、ね、2つ僕は彼の何て言うか彼の記録に感心したのは、ね、1つは沖縄県民が裸足で荒れているもんだから、うん、戦前から。うん 2> 靴2万足がまず第1回目の貨物船で運ばれてきてずっくを履かせたと、ええ、沖縄県民に、ええ、もう一つ彼を衝撃を与えたのはね、ええ、米軍の補給担当者からですね、うん、女性の生理用品が必要でしょうと、うん、どれぐらいの予測を立てたらいいですかって質問されてもうびっくりしたと、ええええ、米軍は女性の生理用品まで言及するのかと言っててびっくりしてね、ええええ、最初顔が真っ赤になってなかなか答えきらなかったという記録を残してるんですよ。ええええ という話です、ね、私はねこのね大和はね壮絶な最後を最後を遂げたんだけどもね今は日本人の心の中に生きてると思うんですよ例えば宇宙戦艦「大和」っていうのがあったじゃないですかなんか身近に感じますですよねで呉にね2005年の4月に広島県の呉市に大和ミュージアムっていうのが建設されましたこれはね 昨年の来館者が92万9743名、92万名で日メイリ平和記念資料館を訪問した数、57万9865名、一昨年し、えー、大和ミュージアムを訪問したい、えー、観覧者の方々は、はですねは95万5617名、日メイリ平和資料館、62万7813名。 とということでねね約2倍近くの差があります、ね、伊藤長官は少年時代はね福岡県の美山市というところで過ごされたんですね現在ねここの海小学校の校長室には伊藤文庫というコーナーがあって伊藤長官の遺影が飾られているし遺木などが資料として保存されているとそして戦艦大和の模型も飾られている 戦後昭和33年伊藤の遺徳をしのんで全国からの寄付によって懸賞費が立てられたその時余った資金で海小学校に伊藤小学会が創設されたと伊藤文工はその中でおくむ事業であると歴代工場が守り継いでいますということですね。でということで沖縄県民はねこのさっきの野田校長富士建立大中学の富士の校長 そしてこの伊藤誠一中将息子さんの伊藤明中尉とかですね、うん、決して忘れてはいけないと思いますね。すね命を懸けてね沖縄を守ろうとそういうことはこの歴史みたいなそういいうものに残すのがないんですねそうですねまたね沖縄の教職員がねはっきり言ってレベルが低くて口を開けば沖縄戦の被害、うん、さらに過去にさかのぼれば 廃藩知見とこの二つしか頭の中ないんですよ先生この土地のものはすっぱり抜けてるだからね、はい、さっき言った大正十三年の経済破綻、うん、私が十九銀行いる時にね上司に今,今はまさにバブルじゃないですかと、うん、大正十三年の三年のね地元産工お父さんをね、うん、やっぱりあの教訓として生かすべきだって話したらね、うん、いいね無理してましたもん先生こうして <laughs> そうですかだからねあこれダメだと思ったんですよこの銀行は <laughs> いやいやいや,いや本当に 次いきますね、うん、あのタイムスとね日本経済新聞二、うん、つ記者が随分大きなミスしてるから緊急に私は言いたいなと思います、うん、これは沖縄タイムスの3月24日の体現証言ですね、うん、この高のその子さんは多分県外出身だと思うんですけどね、うん、もっとしっかり勉強しないといけないと思うんですよ、うん、これ見てください沖縄人口あたりの 精神障害による受領率が全国平均より高い実際は全国ワーストワンです高いんじゃなくてワーストワンですね、うん、飛び抜けてダントツワーストワンです沖縄戦の影響も指摘される、うん、バカなこと言うなって言いたいんですよこれはね、うん、なぜ沖縄に精神障害が多いか、うん、戦前の沖縄の習慣に起因してるんですね戦前はね集落の枝だけの結婚、うん、隣村とか隣の集落から嫁とか婿こ取りしようとしたらね、はいはい 両方の青年団に罰金払わないけかったんですよそれやらないとねで袋いざなに住んでる僕の知り合いがね八重瀬町当時は何て言ったか忘れたけど八重瀬町に向こうに来たらね半殺されたんですわ青年団からなんで罰金払わんかということでねこういうね近親婚の繰り返しがね精神異常発生していったんですよ。

国際結婚した方々、うん、ほぼ確実に美人美男が生まれてますわはい、はい、そういうのい見て感じませんか先生、はい、それでねいや、うん、もう非常に感じられますねはいそれでね、うん、これ座敷牢って言ってるでしょ座敷牢、うん、沖縄の精神病のにはね非常に極端な凶暴性を帯びた人間が非常に発生しやすいんですね、うん、これはね昭和58年首里でね 母親,母親の目の前で、うん、お母さんただいまって幼稚園から帰ってきてる子供が母親の目の前で突然、はい、地元青年、はい、精神障害を持った青年にね、はい、刺し殺された事件があったんですよ。えーえー、こういったのをねこの新聞記者は全然勉強してないんですね。はい、それでね、はい、精神病院が沖縄に発足したのはね、うん、戦後です米軍によって発足しました。 沖縄戦で健常者はみんな逃げてですよ先生、はいはい、こ座敷牢に入って取り残されてる精神病患者とかね、はい、道をさまやってる精神病患者をね、はい、米軍は全部丁寧に収容したんですわ、はい、金の施設に,施設に今の宜野座高校のところにですね、はいはい、施設を作ってそこに収容したんですね、はい、それで沖縄で最初に科学的な精神医療対策,対策をしたのはですね、はい ゴエクソン今でいうと沖縄市小屋小田中学校のところです小田中学校、はい、そこの、ね、野戦病院で、ねうん、精神科の軍医ハーランド・フランクっていう方がですねインシュンによる治療を始めたんですよ<ー>これが沖縄の歴史における最初の科学的精神病対策ですねこういったのはみんな忘れてね沖縄戦によって精神状が発生したとかね、えー、何やかん言ってるでしょそうじゃないんですよ この原因を作ったのはあなた方ご自身なんですわ私に言われるとうちの暗中自身なんですねそれ言いたいですね次いきますね、はい、まあそういうことでね、何でもかんでも沖縄戦のひことにしないでください医学的にものを考えて科学的に思考しないと次これは日本経済新聞終戦後本土から切断された沖縄は深刻な物不足に世の国は台湾との密貿易拠点として栄えた 闇屋,が闇屋が集結しでしょです闇屋っていうのはどこからし荷物もあの商品持ってきますかこれはね私日本経済新聞に抗議が出ましたけどたらい回しになって結局この本人にはつなかった繋がらなかったんですけどね、うん、終戦直後沖縄にはね 本土上陸用にただ多大な物資が沖縄に収集されていたためにですね、うん、これを米軍が一気に放出したためにね、はい、沖縄物余りだったんですわうん、うん。この物余りをちゃっかり沖縄人間たちはせんかせんかって言ってね、米軍基地の中に潜入していって夜を取ってきて、せんかって言ったんですねこれをね、これをね夜間に行ってね、はい、台湾とか中国の共産党に売りさばいたんですわ先生いい。なるほど。で沖縄県民の大念ずみずむっていうのはね、はい。 米軍のトラックも盗んできてですよ。えー、分解して、与那、えー、国まで運んで、えー、あそこで組み立てて売ったんですわ。<ー>だいたいね、えー、日本経済新聞の新聞、日本経済新聞っていうのは優秀な記者がいると思ったけどね、えー、矛盾しますでしょ。物がないのになんで闇ミが集結するんですか。<laughs> そうですね。だから皆さんね、えーえー、タイムスも新報もそうだけど、本土の新聞も時々ピントにずれたことを書きますですね。えー、ということで、 騙されないように、もう最近の日本の国内の状況を見ていると、ねえー、メディアがレベル低いもんだから、うん、滑った転んだもう自衛隊の,この、えー、と日報問題、うん、これも話せば時間がないから次の時に説明したいと思いますけどね。うん、政治家がバカだから、うん、戦闘地域に行ったっていうのが、ね、日報でばれたらね、うん、大変な騒ぎになるんですよ実は言うとそれで政治家に言われて制服は隠してたんですね。うんえー それを出せっていうか言うけどねもっと混乱しますよ、えー、そ,れそれともう一つ最後に時間がないもんですから別冊正論日本型リベラル化けの変わったやつですねこれにねえっ、ー、と私が「みんな左翼に毒された沖縄」って書いてます。えー、これはさっき話したようにですね、うん 教職委員会がまずもうダメでしょ。はいはい、で、また姫同窓会なんかもね、はい、もう東屋敷ばっかりじゃないですか。はい、これ、こういう状況の時にあってですね、沖縄の子どもたちは一体何を手本にして生きればいいかって迷うと思うんですね。うん、そうですね。で、今年度の私のテーマはですね、なんとかこの活動範囲をもっと広げてですね。この子どもたちのために、さっきの大和じゃないですけど。はい。 公のためにパブリックのためにね、うん、自分が、ね、何できるか、うん、命かけてもでこの長い有給の退勤のために自分は生きようっていうですね、もっと助けの大きい人間を作っていきたいなと思ってます。沖縄、うんうん、の子供たちはその希望を持つ一つの目標が立てられませんね。そうなんですよ。はい、もうさっき言った崇高な使命のもとに戦死していった、ええ、じ女子学徒隊。 男学が子育てりのことを、ね、みんな東側でやるもんだからね、うん、そういうことで戦死した方々もねあの世からねはっきり言いますよ、うん、こんなバカな県民バカな国民のためだったら、ね、命かけ,るかけたのはもかけるべきじゃなかったと自分も一番先に逃げて、うんね、生き延びて、うん、それであれが悪かったあれが悪かったって言えばね、うんうん、それで済んだと思,思おうと思いますよ。うん、そうういうことで、ねうん、6月23日日のの慰霊の日に向けて うん、沖縄の県民をマインドコントロールから解放するために、逐次こういったプランに、プランの話をしていきたいと思っております。え、そうですね。はい。はい。非常に大切なお話でした。はい。はい、今日も、今日もまたありがとうございました。本当にありがとうございました。